大江ステイチは、日本の牧師、中田茂春の娘婿。ホーリネス教会と後に、アライアンス教会の発展のために貢献した指導者。父は、大江国春、息子は、大江博人。1901年に当時、米子郵便局員だった大江国春の息子として、鳥取県米子市に誕生する。1902年父国春が、 日本伝道隊にニュータイバークレイバックストンに、訓導を受ける。ステイチも、父と共に、九州各地で伝道を行う。1915年に、日本ホーリネス教会鹿児島復活教会で、キリスト教の洗礼を受ける。ホーリネス教会で直接献身をするために、聖書学院に入学する。卒業直前に1926年日本ホーリネス教会、 中田主春監督の長女である中田道之と結婚する。同年、聖書学院と同時に、ホーリネス教会の奈良教会の教師として就任する。一方、父国春は1926年本共同、キリスト教会に入り、戦前から戦後にかけて、日本アライアンス教団の指導者として活躍する。OS テイチは、滋賀県をし、長崎県長崎市、 岡山県津山市、東京府の日本ホーリネス協会の牧師として活動する。1929年3月の父国春が日本ホーリネス協会に転入し、ホーリネスの年会で柏木聖書学院の教授に任命された。また、弟の大江信も副社官に任命された。1933年には、大江ステイチ、道の区夫妻に大江博人が生まれる。 1936年ホーリネス分裂事件が起こると中田監督派の清め教会に属する。1939年の中田茂春の臨終の際に重鎮として後継者の一人になる。1941年に日本キリスト教団第9部の牧師であった時にホーリネス弾圧事件の時に治安維持法違反の容疑で東京菅も拘置所に拘置される。 1943年、ホーリネス系の教会は解散命令を受ける。大江も教団が解散したことで牧師を辞職する。戦後、菅も高知書出所後、コロンビアレコード会社に勤務する。1949年、メーベル・フランシス宣教師の招きで、広島アライアンス教会の牧師に就任する。戦前より、日本アライアンス教団の指導者であった父国春と、共に、 広島で過ごす。1961年、アライアンスの代表として、新海薬聖書観光協力会のメンバーになり、新海薬聖書の観光のために貢献する。1962年、国春が引退し、ステイチが、日本アライアンス教団理事長と、日本アライアンス聖書人学校の校長に就任する。1973年、長く牧師を務めた、 広島アライアンス協会を引退して名誉牧師となる。1999年広島から愛媛県北条市へ転居し、2年後の2001年9月26日、北条市の北条病院で死去する。ありがとうございます。